どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。本日はですね、ちょっと急遽開催のお知らせなんですけど、ガズレレで展開しているこのガズのわがままウクレレとか G オーダーオーダーメイドとか、このガズモデルとこのわがままウクレレとか、このベトナムで作られているウクレレについてと、初めてウクレレについての質問を受け付ける、G オーダー相談室というのを、12月30日つまり明日ですねに、開催したいと思っております。これね、どういうことかと言いますと、 G オーダーというね、セミオーダーウクレレ、のラインがあるんですけど、セミオーダーということはいろいろ選べるんですけど、その時にやっぱりね、わからないっていう方結構多いという声をいただいてまして、それでですね、そのウクレレビルダーモジャ君と直接いろいろモジャ君に教えてもらいながら、おすすめを聞きながら、これ何が違う、これがどういう時にどういうふうに使うのがいいとかっていうことをですね、ウクレレ職人モジャ君に直接、相談できるという、そういう画期的なサービスがとりあえず明日1日12月30日限定でやろうと思います。でね、今回はですね、G オーダー以外のわがままウクレレとかガズモデルについてとか、あとはリーズナブルで弾きやすい、ガズの初めてウクレレに関しても、全ての、ガズレレ G ラボで、提供している、ウクレレについて質問をですね、その担当者と直接お話しして、はい、ベトナムで作ってるラインはモジャ君と直接、対談していろいろ聞きながら、やっていけるという、そういうことをちょっとやってみようと思ってます。ですね、ホームページ上にバナーが貼られます。ここのホームページ上から申し込んでいただいて、30日ちょっと時間を相談していただいてですね、もじゃくんと時間を合わせていろいろ質問していただければということなんですけれども、やっぱりね、誰に聞いたらいいか分かんないし、 G ラボのウクレレ持ってる人って周りにやっぱりいないでしょうから、今回すごくこれなかなかいいチャンスだと思いますので、ちょっと興味あるけどね、聞いてみたいなという方、もう本当にお気軽にちょっと申し込んでみてください。で、ホームページの公開は、今日の本日12月29日の夕方4時からオープンなっておりますので、ちょっとガズレレ公式ホームページ、今ここにリンクありますけど、ここに行ってですね、その G オーダー相談室バナーをクリックして、ちょっとね、予約進んでみてください。いろいろ聞きたいことあるでしょうからね、その何が違うの、どうしたらこれ、何がどういう風に何ってなってる方きっと多いと思いますからね。はい。で、何回も重ねですけど、ただいま、今映ってるこのガズのウクレレたち、予約注文と、販売が再開されております。はい。この辺のことも、含めてなんですけれども、12月30日日にもじゃくんと、担当者に相談いろいろできるぞということですが、重ねですけれども、はい、お知らせしたいと思います。はい、ガズレレ公式ホームページ行って見てみてください。あ、そして募集期間はいつかと言いますと、本日12月29日の、夕方4時から明日のですね、結構これ長い時間、まあ夜中は無理ですけど、相談したい時間の1時間前までというようなことを結構緩くやってますので、ぜひともお問い合わせだけでもね、ホームページ経由でしていただければというふうに思います。はい、そういうわけでですね、もう2021年も終わりますけれども、はい、ガズレレ G ラボ、このウクレレたちと一緒にもう楽しい時間をたくさん過ごせたということで、皆さん本当にありがとうございます。良いお年をってことになると思うんですけどね、まあ来年もどんどんウクレレでガズレレで音楽やっていきましょう。それでは皆さん、さようなら。